弊社の動画です。今日やるのはこちらですね、新潟製機さんの新商品でございます。マグネットシート時短ゼロという商品が発売となりました。こういった感じで、カラビナがついてて、ここにペラペラのシートがついてて、でここにですねネオジム磁石が4個仕込んであるんですよ。で、腰かなんかにこうぶら下げていただいて、こういった感じでビスをつけていただいて、で、まあ、腰からこう、ね、ビスをこう出してこう打つとかってやっていただいたらいいんじゃないかなとかっていう、要はその作業を時短しようぜっていう商品ですね。ね、むちゃくちゃ強いでしょっていう、磁石になっております。本体サイズが 155×130 のシートで、このシート自体はですね非常に柔らかいです。こういった感じでもう、はい、この、まあ、磁石がこう4個丸いのが入ってるんですけども、そこ以外はこうどうにでもなるみたいな感じになってますね。ね、私散々紹介してきたんで、こちらご存知ですかね、マグネットトレイ時短っていうの、これバカ売れしましたよね。で、もともとシルバーのものっていうのが出てて、でかなりの数売れて、これであの限定色を出したんですよね。それでまた超売れて、でつい先日、まあ、これって、まあ、このお皿のサイズのビスしかつけられないんだけども、長ビスをつけたいぜっていう方がいらっしゃって、その声をもとに四角い大きいやつ、マグネットトレイ時短2号ってやつを発売したんですけど、それ出したばっかりなのにまさかのシートタイプを出してきたという形になりますね。これなら要はそのマグネットトレイ時短2号ってやつも、このでかいんだけどそこまでの長さしか無理だよね、こっちはシートタイプなんでいくら長くてもつけられるぜみたいな謳い文句がございます。一応うちのユーザー層ですと、まあ、大工さん系多いのかなとかっていうところがあるんだよ。これね、差し金ホルダーにどうすか。はいはいはい、落ちないというわけで非常に強いで、引っ張れば簡単に取れると、簡単にと、まあ、腰についてれば簡単に取ることができますね。差し金ホルダーとしてもいいんじゃないでしょうか。でもちろんなんかね、一箇所からそんな動くような、作業をなさらない方であれば、これをこういろいろくっつけておいてね、なんかペチャって引っ掛けておけば、まあ、簡易的なマグネットシートをこうやってねかけておくことが作業できるとかね、いろんなアイデア次第でいろいろできそう、良さそうですね。はい、でこちら、新潟製機さんの、新しい、ね、これが載ってる新製品のチラシなんですけれども、これモデルがですね、トミデンラボさん映ってますね。羨ましい羨ましい。はい、というわけでトミデンラボ様がですね、ヒデシタ T シャツ着てますねありがとうございます。まあ、新潟製機さんがまあ、プロの職人さんに、まあ、事前に発売する前に、まあ、これどうすかね、使い勝手とかっていう感じで、まあ、聞いてるんですけれども、それで、トミデンラボさんの方に、まあ、プロの、電工屋さんなので、聞いてて、で、あ、いいじゃないとかっていう感じで、まあ、商品化したんで、まあ、こういった感じでね、モデルになっているんですけれども、2週間ほど前ですね、公式の YouTube の方で、この商品の紹介をしていらっしゃいました。まあ、そのプロの職人さんならではの、まあ、目線っていうところでご紹介してるんですけれども、よくビスを入れるのにこう丸いバケツのものがあって、まあ、そこに皆さんビス入れてそこから取り出して打ったりするんですけれども、やっぱりこう手が大きかったりすると取り出しにくいけど、まあ、これだったらシートタイプなんで簡単に使えるよねとかっていうことを、おしゃべりなさっていたりとか、あとはですね、応用編とかって言って、ピンクの養生テープを一回ピピッとかって貼って、切り子か、鉄の切り子みたいのをこう、バッてこう掃除するようなね、場面をお見せしてくれてたり、しております。もしよかったらですね、その、トミデンラボさんのですね、動画の方は、概要欄、リンク貼っておきますので、もしよかったらそのプロの声っていうのも聞いてみてはいかがでしょうか。はい。というわけでですね、ようやくうちの方にも在庫が入ってきましたので、オンラインストアに並べてみました。購入してみてはいかがでしょうか。はい、以上ヒデシタの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。